皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。よくいただく質問の一つに、日本アマゾンよりはるかに巨大な13.6倍の市場規模を誇るアメリカアマゾンで、かつ巨大資本の大手メーカーやお金持ちの中国人セラーもいるようなアメリカアマゾンの市場で、なぜ資金が限られた個人セラーが商品を販売して戦っていけるのかというものがあります。今回はその要になる。そして私 私のコンサルティングの背骨の主要成分と言っても過言ではない言語化できる特徴特に優先する三単語以上を明確化することによって で我々個人セラーでも十二分に戦っていけますよという話をさせていただきます今回の動画参考になった方よろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸甚です先に論点からお話しさせていただきます大手メーカーや資本力のあるセラーと同じ土俵同じアメリカアマゾンという土俵もしくはアマゾンにもたくさんのカテゴリーがありますが同じマット カテゴリーの市場という土俵で戦えるものの当然武器や戦い方は変える必要があります大きな棍棒で真正面から殴り合おうとしても必ず競り負けてしまうということですねじゃあこの武器や戦い方を変えるとはどういうことかと言いますと個別商品ごとの1 一般名称すなわち T シャツだとかバックパックといった一般名称以外の言語化できる特徴を抽出しさらにその中から特に3つ以上の優先する特徴を明確化することによって で一般名称プラス特徴を表すキーワードの検索結果上で自分の商品が上位表示させることにフォーカスして攻めていくことによって十二分に戦うことができますもちろん商品の特徴を抽出するということはそもそもお客様がその商品を検索する際にどのようなキーワード群で検索するかならびに検索結果の脚 瞬間的なデータをしっかりと精査する必要がありこれがなかなか難しいことですしかしながらどのような商売も地味に地道にしんどいことを畜生 と進んでいくしかないわけですし怠惰を求めて勤勉に行き着くという言葉がある通りこの作業なくしては商売が作上の老角になってしまいます後ほど実際の商品ページを例に出しながら具体的に説明させていただきますがこの面倒くさいと思われるような作業をしっかりとこなすことによって で単純に商品を販売する販売促進の時だけではなく商品リサーチ段階でアリババ中国最大の卸市場サイト上で類似商品を探す時やより良い商品にくらがする差し替えを行う時や商品名を作成する時に大いに役に立つということですでは言語化できる特徴を抽出するというのはいつ行うべき作業でしょうか詳しく説明させていただきます作業の流れとして 私は商品リサーチを4つのステップに分けるというやり方で指導させていただいております。1つ目は母数を集めるリサーチ。すなわち、80商品から120商品、いろいろなカテゴリーの商品を2、3商品ずつちょこちょこと集めるという作業です。その次のステップが、集めた商品の中から10商品前後の買い付け候補を絞る。このステップ1、ステップ2は主観的に進んでいただいて構いません。そして、 この後お客様は自分が買い付け候補に入れた商品をどのようなキーワードで検索するかを考えていき相場価格を4つの指標で考えていきます最初に買い付け候補に選んだ商品よりもより利益が取れる商品はないかより売りやすい商品はないかより有利な商品はないかを精査していきもっと良い商品があった場合はその商品に差し替えくら替えするという作業を行うのですが 相場価格を決めるという段階から差し替えを行う段階の中ステップ3と4の中で商品の特徴について細かく精査していく必要があります買い付け候補の商品の特徴をとにかく列記していきますその中で3つ以上の優先する言語化できる特徴をピックアップします言語化できる特徴というのはかっこいいかわいい売れそうだという曖昧な概念的抽象 的な言葉ではなくなくぜかっこいいと思ったのかなぜ売れそうだと思ったのかの理由を買い付け候補に入れた商品並びにその類似品の商品名の中からピックアップするということです分かりづらいと思うので追って説明させていただきますねそしてその後この商品をお客様はどんなキーワードで検索するかを考えていきます前述した通り商品の一般名称だけでざっ ゆっくりとネットサーフィンをするお客様ではなくピンポイントのキーワードも入れて検索するお客様の方が明確な目的性を持たれているので購買欲も高いんですねとにもかくにもまずは相場価格を明確化する必要がありますから3から5単語もしくは3から5フレーズの検索結果上で多くとも1万件以下になるような検索結果上でキーワードに関係した類似商品だらけでさらに上位表示されている 商品にそれなりにレビューがあるような検索結果を俯瞰して相場価格を4つの指標で決めていきます相場価格がある程度はっきりした後でその商品が所属している米国アマゾン上の末端カテゴリーの市場規模もチェック しした上でで初めめてアリババで類似商品を検索し始めます販売するアメリカアマゾン上で商品を固めた上で初めてアリババをチェックしても遅くはないという点を腹に落としておいてくださいでは買い付け候補の商品の特徴を歴史しその中から3つの優先する言語化できる特徴をピックアップするやり方について説明させていただきますこのの商品の一般名称はザ ミディというのは着丈が中くらいのドレスという意味なのですが商品名の最初はブランド名ですので特に重要なキーワードではありませんまたその後ろターゲット層を表すウィメンズについても特に特筆すべき特徴とは言えないので色を緑色にさせていただきました重要なのはこの黄色の部分スパゲティストラップ という肩紐の特徴を表すキーワーワドカットアウトという隙間が空いているというか穴が空いているようなセクシーな形状サイドスリットというこちらの足の切れ込みリブドという伸縮性のあるようなひだのような形状を表す特徴そして一般名称のようなものなのですが俗に言入ボディコンここら辺が特徴となりますイレンジ 膝の丈というのも特徴の一つではあるのですがミディドレスの同義語ですので今回は色付けはしませんでしたつまりこの商品名を分解することによって特徴はおのずと列記することができるということですさまざまな商品の特徴を表すキーワードを列記することができましたのでミディドレスプラスこの3つの特徴のどれかもしくはいくつかを入力してピンポイントで検索し しててくくださったお客様の目目に触れる目的でで商品を販売していくといととうことです実際に商品の一般名称や特徴を入力した検索結果を見比べていきましょうミディドレスだけだと4万件ですがミディドレススパゲティストラップだと1万件ミディドレスカットアウトだと7000件ミディドレスカットアウトリブドだと1000件の検索結果数に絞れます特徴を1 もしくは2個入力した検索結果上であれば12分に戦えていけそうなことが分かりますよねでは末端カテゴリーの市場規模が大きくても小さくても戦える理由についてベンズを使ってて説明させていただきます例えば「ミディドレス」というキーワードだけで戦っていくのは難しいのですが「スパゲティストラップ」という特徴を持っている商品の領域「カットアウト」 という特徴も兼ね備えた商品の領域。リブド という伸縮性を表す特徴を兼ね備えた商品の領域。大きなカテゴリーの中でも、当然特徴を絞り込んでいくことによって該当する商品というのは非常に限定的になります。ですから、ここで戦っていきましょうというのが我々個人セラーの戦略なんですね。では、末端市場規模のカテゴリーが小さな商品についてはどのように考えていけばよいでしょうかこのの場合3つの特徴を抽出 すする意義目的が少し変わってきます規模が小さいだけにいろいろな方向性からお客様にリーチしていただく必要がありますよって自分の商品にお客様がたどり着いてくださるルートをなるべく多くする という目的性をもってして、例えばスパゲティストラップという肩紐の形状に着目しているお客様、カットアウトという穴が開いているセクシーな形状が好きなお客様、リブドという伸縮性のある素材に着目してくださっているお客様、いろいろな方向性からお客様が自分の商品にリーチしてくださるように、やはりそれなりに特徴を持った商品を販売した方がより良いす。 売れやすくなることは確かですというわけで今回は大きな市場規模のカテゴリーの中でも小さな市場規模のカテゴリーの中でも言語化できる特徴を列記しその中で特に優先する言語化できる3単語以上の言葉を抽出することにより十二分に戦っていけるという話をさせていただきました。最後ままでごご聴くださりありあがとうございます